よう、旦那。また商いが必要かね? じゃあな、旦那。 狼殿もいらしたのですね。私は仏を彫る音を聞くのが好きで、時折ここを訪ねるのです。ではまた。 仏を掘るので忙しいんじゃがな。酒を持ってきた。おお、龍泉か。随分と上物だ。 もらうとしよう。実に染み入る。やはりこれじゃ、よく道元と飲み交わしたもんだ。エマに酌をしてもらってな。エマとのとは長い付き合いなのか。ああ。 随分前に戦場で拾った戦場。じーっとずーっと握り飯を睨んできてな。面倒だからくれてやった。そしたら何やらついてきてな。それからなんだかんだあって 共に芦名に厄介になることになった。道元の養女になったのもその時よ。まあどこだろうが忍びといるよりはよほど幸せじゃろう。ではなまた。 久しくらいならかしてやろう。少々ナイフの軍が来ています。そう。 奪うことが好きな連中じゃ。炎はまだ消えませんか。エマよ、何度聞いても分か
変わりやしない。いくら仏を掘ろうとも、天差の炎は消せぬ。押しとどめるは生前や。少女。何じゃ。もしその時が来たならば、でも私は。わしは仏を掘るのと忙しい。大の国言などとうに過ぎておるというに誰も来ぬではないか。
忍びどもがお堀you
侵入者。塩が足らぬと思う。
前ほどの者が撃たれるとは。アシナには鬼が潜むようじゃの。Thank you.
Thank you.
ますか。お父様とエマ殿が狙われて、誰を。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩賜。お守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。生きておいでだったとは。はかりごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。オオカミよ。参る。さ
絶対
命をと。情けないことか。参る。坂田ブリューだ。おい。
として守り。逆たぶるよな。おい！
あやつは強いな。私も核ありたい。タケル様が故郷より持ってこられた床桜、その枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。酒を。あら、せっかくです。いただきましょう。おいしい。くすしをしているとこうして飲む以外にもお酒を使うことがあります。清めなどか。はい、他にも痛みが耐えられぬものに飲ませたりですね。ですがまだ子供の自分はお酒の匂いが苦手でした。子供の頃からクスシの手伝いを。はい、シノ、道元様のお役に立ちたかった。兄弟子たちと競って患者の手当てをしたものです。この時世です。矢傷や刀傷を負った者も多かった。そうか。どうした？いいえ、それから時折忍びの者も参りました。一度とても困った患者が。どう困ったのだ？なかなかに喋らぬのですよ。どこが痛いのか、どれほど痛むのか、それが分からぬので並行しました。そうか。まるで人ごとのような物言い。何だと？いいえ、何でもございません。ではまた。
それがお主の心配顔か。じじいはここにいろと絵馬がうるさい。ゆえにこうしておるだけじゃ。時にセキロ、お主と九郎の不死立ちの戦、つばぎわのようじゃな。不死立ちの戦を阻む者、切ったか。切りました。そうか。迷わず、よう切った。避けよ。おお、セキロ、気が利くな。おお、猿酒ではないか。かあ、火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか。知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔わしは修羅を、いや修羅のごときものを切ったことがある。それは一体。切り続けたものはやがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。そう思っておった。じゃがそれは消えたようじゃ。修羅が出ればわしが切ってやるところじゃった。セキロ、忘れるでないぞ。迷えば破れる。それが戦よ。
狼。ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の光に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は床桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが床桜の枝を倒り持ち去ったといいます。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。行為。巫女様、鉱の材料を手に入れました。おお、それが源の鉱の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ。それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗りどこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれません。そうか、かぐわしくとは源の光輝をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。シャキッとせねば。狼よ、あとは私の血を流す術、それを突き止めるのみだ。我が血を流す術、クス氏のエマ殿ならば何かわかるやもしれぬ。エマ殿に訪ねてきてくれるか。私に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たす、そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに
流因の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。ケル様が記されたものか。はい、不思議りならば流因の巫女の身に傷を負わせ血を流すこともかなうでしょう。わかった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。お伝えした通り、不思議りならば、クロウ様の身。ああ、巫女様。はい。では、また。狼、エマ殿に話は聞けたか？はい。どうじゃった？何か分かったか？不思議りならば、叶うと。そうか。不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。これで功の材料は全てであろう。狼よ、功を託とし。よ、御意。オオカミ、不思議りよ。うん。案ずるな、深くは切らぬ。不思議りを抜いてくれぬか。はい。すまぬが、目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、オオカミ。大事ありませぬか？大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか？匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが、かぐわしく腰入れ立て祭る香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちは間近。頼むぞ、狼よ。御意。狼殿、よくぞ参られました。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。クロウ様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。ではまた。
狼殿、よくぞ参られました。
Thank you.
もしお若いお人。お若いお人、お気をつけください。宮の貴族たちは若い性器に乾いています。吸いたくて吸いたくて仕方がないのです。ああ、特にこの先中庭は鬼門です。宮の貴族がわらわらと先に進むなら外周を回られた方がよろしいです。Thank you.
もしお若いお人、お若いお人、もしや代理に行かれるのですか。ああ、それならば脇道の方がよろしいです。今は水の中、主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先でございます。